今日はそばどころよしぶさんに来てます。もうすでにたくさんのお客様です。夜はビストロになるそうです。いいですね、冷製スープとかちゃんと、あ、すいません、すいませんビストロいいな。今日はこのよしぶ定食を頼みました。このざるそば大盛りとおかわりもできるのが良さげです。やべえ、いろいろ食べたい。ありがとうございます。あ、俺に来たありがとうございます。これ大盛りだそうです。はい、どうぞ大盛りが俺のところに来たいや普通盛りで十分。わー、すごい。近い、すごいね。自然薯が色が濃い。いいですね。これ自然薯ご飯にできるそうです。最高すぎます。よしぶさん、美味しかったです。めちゃめちゃ。ごちそうさまでした。このドアが素敵かも。自動に閉まる。うん。ダンケのパンに来ました。お店中の香りがすごい。めちゃめちゃ、リンゴチップスとかある。イチジクとか。やばい、どれも美味しそう。どれ買うと？ここはなんか来るたびに増えてるような気がする。すげえ、これもしかして大谷さん。未来コーンさん、未来コーン、ここの未来コーンうまい。あ、試食いいんですか。いただきます。いいですか、いただきます。はい、1500円です。今日は終わり。これは、はい、美味しいね。
んかめちゃめちゃ広くなってます。ここ見て、向こうの方まで。あ、鹿がおったよ。鹿さん、鹿さん。すごい。あの一本だけの木が取りと。ねえ、あれだけすごいいい感じ。でも今日バイク少ない。このお店は店内は撮影禁止だと思います。なので外観とかだけになります。おお、雰囲気がなんか良さげなお店です。何これ、何これ、笑うやん、笑うやん。キラキラいいね。
このお池があるだけで全然イメージが違う。下りはいいけど、上りが。オグタン取って、オグタン取って帰りましょう。鍋ヶ岳でした。